アデヤカヘリトリガイ、学名、マージェネラグラベラは、ヘリトリガイカに分類される巻キガイの一種。大西洋頭部に生息する。マージェネラ属のタイプ種で、マージェネラ属は、ヘリトガイカマージェネリディのタイプ属であるため、本種の特徴がこの属とトガの特徴の基準となる。俗名、マージェネラは、小さい円種小名グラベラは、滑らかなのい。大西洋東部の流域。 体かは 25mm から 40mm 程度、時に 50mm 以上になり、腰にニーを形成し、過端は広い水管口となる。内唇から軸唇にかけては強く明瞭な4本の軸ひだがあり、最上のひだはほぼ水平か弱く傾き、最下のひだは強く傾きながら、殻の内方に巻き込んでいる。これら軸ひだそのものは白色。 角表は平滑で光沢がある。空の地色は、紅れない褐色、大々褐色、泡褐色など変異があり、その上に多数の白色藩を乗せて、みぞれ模様を呈する。方号下の白藩は、縦長く、それより、下の白藩は、横長の楕円型で輪郭の一部が流れたようになる、ものが多い。方号下、体操中央、体操下部には地色が濃くなった。 大丈夫があり、その部分では、白藩は、やや少ない。殻の地色は、例えば、カナリア諸島ではオレンジ色、ピンク、赤いものが多いが、モーリタニアのものではより単色になるという。外心の飛行部には普通白藩はなく、その個体の地色に応じて、暮れない褐色から泡褐色などに彩色される。蓋はない。長艦帯から水深80メートルまでの砂底に、 比較的普通に生息する。このトガのものは肉食。私有遺体。和名は、シカマトキオ、コリコシ増強は、本家マージェネリディの和名をアデアカヘリトガイカとしているが、ここでは、日本の代表的な海類図鑑である、東海大学出版会発行の日本近海産地海類図鑑に従って、ヘリトリガイカとする。コシニアニーは、以下のものをシノニムとして挙げている。 ありがとうございます。